週刊アンプさんニュース。あら、こんなんやってたっけ。わち、こいつちゃうって。はっ、そういえば我らタコ師匠軍団筆頭、タコ師匠を推しているアンプタン、てん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 、これは邪険に扱えない。これはそーっとしまっとくか。間違えました、週刊ちゃうか。もはや月刊連連ニュース。皆様おはこんばんちは。キャスターを務める、最近飼ってた猫が亡くなり悲しみの中葬式したら、ナレーションの人の俳優も顔負けの演技スイッチで笑ってはいけないスイッチ入り、ツボに入った不謹慎門三代目ジードです。始まりました、週刊連連ニュース。最近の日の元連情報をお届けする番組です。早速ニュースです。我らの殿、美しきゴッドマウス平本蓮さん、とう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 来たな、この時が。年末試合来ましたね、皆さん。わっしょいわっしょい、うったげちゃうったげちゃ、わっしょいわっしょい。あ、い、て、は、そう、キングオブ道場、野生の顔面狂気、ヤーマー。本名、杉山蓮。え？蓮？これって、蓮蓮蓮対決やんけ。漢字違えど、全く同じ名前？しかも、まさかの、朝倉未来への道、パート2物語、早速第一章対決です。朝倉未来を一時的に引退まで追い込んだヤーマンを倒し、未来自体との対決に結びつけるというストーリー。この対決にはびっくりしましたが、まあけどここに来るまで、殿も年末あれやこれやと対戦相手が変わってたご様子で、噂ではパッチャを言うたり、ライアン・ガルシア言うたり、我がチャンネルなんかネイトリアスって言うてもうたり、挙句の果てに年末試合なくなるまでと、一瞬ガン下がりの状況になりましたが、年末やな。まあまあええか、殿の試合ないよりかはマシやしな。名前も一緒やし。うんうん、ヤーマンが朝倉未来を倒してなかったら、まず考えることすらなかったこの試合。2020年の大晦日に MMA でデビューした殿、この時の初黒星を機にMMA に真剣に向き合ってきたとの、3年の月日を得て、やっと MMA が分かり出したと、ポストでも、父親から、昔から言われてた石の上にも3年。当たり前のことだけど、この言葉が最近、本当にわかる。と、語るとのと、対するヤーマンは、今年の5月にライジンで MMA デビュー。対戦したキングカズの息子、三浦康太くんに、勝ちを収めたばかりだ。キャリアからしたら、もちろん我らの殿が有利だが、朝倉未来をノックダウンさせた、人が倒れるコツをオープンフィンガーグローブで掴んだ、剣をつくストレート。いつもドンピシャだと語るヤーマンの強烈な一撃もある。しかも寝技も、ドライブ東京というジムに通っていて、代表を務める長男亮さん、元ディープ2階級王者で、プライドや UFC などでも活躍し、あの青木真也様にも認められている長男亮さん。そんなもとで、ゴリゴリの MMA ファイターたちに揉まれているヤーマン。寝る展開になっても、なんか、恐ろしい。だが、我らの殿は、ゆうせいくんや、朝倉未来や、コータの分も含めて、あいつのこと吹っ飛ばして、俺が全部なかったことにする。MMA を舐めてる。MMA を代表して、俺が吹っ飛ばす。けど、この試合、今回は舐めなかった方が勝ちます。ヤーマンも強いし、俺の MMA を自由に披露したい。けど、普通に綺麗からぶっ飛ばしたいっすね。なんじゃこの不安を吹き飛ばす殿の発言オーラは。眩しい。なんて神々しいんだ。あら。しかし、間違いなくこの試合いただきます。我らの殿の完全完封、大勝利じゃ。今回の試合、決してヤーマンだから、下馬評が自分に有利だからとはいえ、決して舐めていないご様子の殿。記者会見でも、絶対勝ちます。ここ勝って、朝倉未来につなげたい。朝倉未来の敵討ちとかじゃなくて、朝倉未来と試合したいと、気持ちから覚悟から、花からおしゃれさから、何もかも違う殿。まさにこの試合は、ロード・オブ・ザ・未来、シーズン2、第1話。ブチギレヤーマンを倒せだ。そう、題名になるぐらい、今回異様に殿にブチギレしているヤーマン。朝倉未来を倒したファイトクラブの主催者でもあり、殿に大会前にネタバレ暴露されてから、殿にかなりイラついており、朝倉未来をノックダウンした直後のテンションでも、
岩本美武と我らの殿の名前を出して嫌がったぐらい殿にイラついております。勝利者インタビューでも岩本美武なんやと、我らの殿をバーカ言う方がバーカやねんで、やーなー杉山バーカ失礼しました。その後も SNS でディスり合いが加熱。ヤーマンが不倫相手の旦那に893を出した暴露とか、顔面砂利やニキビダニ映るやら、激にそっくり似顔絵まで、 DM やボイステロ含め攻撃されまくってめっためたイラついてるヤーマン。しかし対戦発表記者会見では、ああ、分かったよ、いや、やめよ、みんなそんなの見たくないからと透かしっぺを食らうヤーマン。完全殿の手のひらで遊ばれている。そんなヤーマン、会見後日インスタライブで真っ暗なベランダで、死んでもいい、紛争地の最前線に行って命の危機にさらされてみたいなど、去年の今頃の人間関係を思い出すと落ちる闇発言をしてたり、メンタル的に大丈夫かと噂が立っている。そんなヤーマンに殿から、おいヤーマン、死にたいのは勝手だけど、ロシア、ウクライナ、イスラエル、パレスチナ問題で、こんな醜くて悲惨な戦争が行われているこの時代に、冗談でも死にたいから紛争地帯に行きたいとか、死んでも行っちゃいけないと思うわ。さまざまな人間トラブルで死にたくなる気持ちはわからなくもないけど、こんな平和で素晴らしい日本で生まれてきて、幸せなことに平和ボケしてるこの俺たちに、生まれた時から死と向き合ってきた人間の気持ちはわかるわけない。お前は俺が殺してやる、安心してリングに上がってこい。殿、安心してリングに上がってこいて、てん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 、メタメタかっこええやんけ、ほ、折れるわこりゃ。しかし間違いないぞヤーマン、こら、紛争地なんて普通に日常を過ごしてる場所にミサイル飛んできて、愛する人が目の前で亡くなる、そんな日常を味わいたいって言ってるようなもんやぞ。ほんまにアホか、死にたいなんて。悲しいこと言うなよヤーマン、あんたほどたくさんの人に見られてる人が死にたいなんて、わちみたいなクソ底辺メンヘラチブデブ陰キャカマチョ妖怪とち、あ、え、ん、ん？そんな俺よりみんなに見られてる格闘家が言ったらあかんねんて。ヤーマン、安心して殿の待つリングへ上がってこい。そして対する我らの殿、記者会見でできたチーム、ブラックローズ。メンバーは我らの殿の弟、ほんまめっちゃ可愛い平本ジョー君、我らの殿のマブダチ B ボーイ、篠塚達樹選手、殿の最近仲いいキングカズの子孫、三浦光太くん、そして殿の好きすぎて遊びすぎた壊れかけのおもちゃ、アンポンタン満タンか、俺廃屋満タンキャンピングカールッキー、あ、間違えた、あ、アンポタンもやで。おお、しかも大晦日 MMA デビューやて、アンポタン見直したよ、寝技でゴロゴロする覚悟決めたアンポタン、素敵すぎだよ。そして最後のメンバー、最有機のような豪華メンツ集まるブラックローズのボス、我らが殿平本蓮、私ジードも浮かれてこんなん作りましたぐらいブラックローズのファンです。 L が逆になり、殿の代名詞ファックに似てるからと、これまた連々センス抜群のチーム、合気会にてチームで日々練習、勝つぞ、切磋琢磨ずっとやってきた、これからが始まりだ、チームで勝つ覚悟とは、何が何でも絶対に勝つ、殿の勝つ決意がすごい、アンポの今日は何、まだおもろい、ずこー。確かにアンポタンと殿の練習風景は、二人の今までの歴史を見てきただけに微笑ましい。二人のスパーリング風景も、寝技風景も、アンポタン岩崎先生ミット姿も、なんかエモい。そんなエモンポさんも、ヒリヒリ、将棋のイメージのみ浮かぶ MMA めちゃくちゃ楽しいかも、ようこそライジンベザー級へ、号泣占いでも見えます、見えます、ブラックローズメンバーの全勝が見えます、来年はブラックローズメンバーのライジン活躍さえも見えます、ん、殿がアンポンタンを裏切るまでも見えますってか、期待してます。そんな両局面を持つ平本蓮ヤーマンの試合、年末です皆さん、来ます来ます。
来てます。わあ、眩しい。あら、私ジードも気合を入れ願掛けをし、勝利勝利坊主を飾り、川に粗大ゴミを捨てない、老人に席を譲り、野良猫にメンチを切らない、徳を積み、その全徳をすべて元気玉のように我らの殿の勝利へと捧げております。いかれー殿ー。そして続いて我がチャンネル重大ニュースです。あの平本蓮ヤーマン戦発表記者会見後、会見を見て最闇落ちしていたジード、テンションめちゃくちゃ上がり、ポスト、最近家族にも不幸あって元気完全になくなってたけど、今日の雷神会見最高すぎた、この世にマジで愛してる、最悪な今年の締めを最高に変えてくれるヒーローたち、若い彼らを心から応援してる、絶対勝ってくれ、これからは平本蓮の時代です、と心底元気をブラックローズにいただき、自然と指が動き、ポスト、そしたら殿から、絶対に勝つよ、と引用ポスト。あわわ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 わ、うー、かく、ジード、勝ち抜きました、殿。うー、大好きな殿にそんなこと言われたら。で、ほんま元気出ました。ありがとう、殿。本当に、一生ついていく。あなたみたいな選手いないよ。マジで心から、勝って。さて、続いて我がチャンネルに、またまた重大ニュースです。我がチャンネルお世話になりっぱなしの、タコの師匠のタコの見解様に、あの、18禁ダーティーな表現で、YouTube 的にいつも崖っぷちギリギリでも、体半分落ちてるやろ的コーナー。タコの黒歴史、まとめボリューム2の、なんとエンディングを、私 G の担当いたしました。嬉しい。ありがとうございます。タコ師匠様、私ジード、若彼氏頃に音楽活動していたのがここで役立って光栄です。そしてタコ師匠バージョン、ジードのアニメーションも作ってもらいました。この動画はサブチャンネルスタジオあたりにて使わせてもらいます。皆様もサブチャンネルフォローよろしくお願いします。しかも今回、あの格闘技系 YouTube の姉さん、タップアウト TV のタップ姉さんまで参加してる豪華な内容、素晴らしいタコ師匠のアニメーションとタップ姉さんの美しい声が奏でる黒い歴史のハーモニー、ぜひ皆様見てくださいませ。そしてなんとタップ姉さんのチャンネルにも我がチャンネルエンディングを褒めてもらい、3人でコラボ的扱いをしたと言っていただいておりました。くー、泣ける。これは完全に格闘技系 YouTube 三兄弟の結成間近とちゃうんか。長男のタコ師匠に至ってはアンポタンに激推しもあるが、我らの殿の最近のアイコンにもなってる絵をお描きになられるほどどんどん偉大になってるし、次女のタップ姉さんにしても動画更新途絶えることなく着々と登録者数を伸ばしている。そして三男のジードはてん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 、そりゃダメだ、全然増えへん。そりゃあそうだよ、全然動画も上げれてなかったしよ、このままでは三兄弟わちだけはもう、やばい、それだけは避けないと。よっしゃー、我がチャンネル妖怪駆除コールセンター格闘技部、来年1万人目指します。現在2447人、残り、わからんな、だいたい7600人ぐらいか。7600人、無理か、やっぱり。やめとこか。いや、あかん。やるよ、来年1万人。皆様もいいね、拡散など、よろしくお願いいたします。そして、番組終わりに私から、今年は10月から更新が途絶えがちになってしまって、楽しみに待っていてくれてた皆様、本当に申し訳なかったです。私、妖怪としての人生が転がるように落ちていった今年でありまして、最後に大切な猫を亡くしてしまい、前に進もう進もうとすればするほど不幸になって、何のために目標があったのか、自分は一体何がしたかったのか、わからなくなりました。形は変えど明確な夢に走ってきた人生、
初めて立ち止まり、どんどん暗闇に落ちていきました。けど、そんな暗闇の中でも、光はありました。尊敬するタコ師匠と出会えたこと、我らの殿の母上様とも繋がれたこと、そして殿自身にも直接お会いできたこと、X ポストではいいねから引用ポストまで数々していただき、その都度勇気をもらいました。そして我がチャンネルに人生の貴重な時間をいただきましたリスナー様方にも、稲本蓮を応援することにより出会いました。こんな底辺のチャンネルに面白いと言っていただき、本当に励みになりました。そして闇落ちし帰ってきた時も、お帰りと言っていただけましたこと、本当に嬉しかったです。この気持ちをこれから絶対に忘れないように、心の中に大切にしまって、新しい気持ちで来年を迎えたいと思ってます。今年最後に一言、我らの殿平本蓮、タコ師匠、蓮ママ上様、僕の支えになってるリスナーさんたち、今年離れた人たち、そして格闘技に命を捧げ生きる勇気をくれた格闘家たち全員に、リスペクトと感謝を込めて、愛してる、ありがとう。でん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 、なんかこの人みたいでちょっと恥ずいな。まあなんせ来年もよろしくお願いします。以上、週刊連連ニュースでした。良いお年を。もうくだらん、ほんま妖怪から気丈ばっか、まるで指揮者ボス相模バッハ見たく裁く、こんな言葉ばっか、しょうもない上に情もない、くせ者もライもらい暗い未来だ、するため願う大仏けど待ったなし無常骸骨、はいよ、